今回紹介する商品は DJ&A のフリーズドライストロベリーです。中身はこんな感じになっておりまして、いちごの丸ごとのままヘタの部分はねこんな感じでくり抜かれた状態になってるんですけど、果色部分だけで、フリーズドライされたみたいな感じです。この商品は購入品まとめ動画の時にもう開けてねその場で食べて感想は言ってたんですけど、いちごなのにサクサク食感というかありえない食感が不思議ですね。でも味はいちご。このフリーズドライ状態になる過程で砂糖がね多分表面にまぶされてるんですけど、それが表面に薄いめちゃくちゃ薄いキャンディーみたいな感じになっていて、なんかパリパリっとした食感があって、それが歯にくっつくっていう。でもこの砂糖がなかったらだいぶ素朴な味になってたと思うんで、これはあってよかったのかなと思います。言うてもいちごそれぞれで甘さとか酸っぱさとか変わってくるんで、砂糖味がついてるだけである程度味の均一化っていうのを測ってるのかなと。この DJ&A っていうメーカーはねオーストラリアの会社らしいですね。この商品の紹介とか製造過程みたいなものの紹介は英語で書いてあるんですけど、商品の原材料とかの情報は日本語でね、表記がありますので、中身は確認しやすいと思います。購入品まとめ動画の時にちょっと紹介しそびれてた分をちょっと今日補足しようかなと思ってて、まずですねこちら1パッケージで 100g この状態のね、フリーズドライのいちごが入ってるんですけど、フレッシュの状態だと 600g のいちごを使ってるそうです。で原材料はいちごと砂糖のみなんですけど、いちごが 95% で砂糖が 5% っていう割合だそうです。であとは余計なもの入ってないんで、原料中の方とかビーガンの方とかにはとても相性いいですよと書いてます。あとね合成着色料とか香料とか甘味料とか添加物も一切使ってませんということが書いてますので、その辺ね、気をつけてお菓子選ばれてる方にはいいのかなと思います。この DJ&A のメーカーで言うと椎茸マッシュルームクリスプっていうお菓子がねあるんですけど、同じように椎茸マッシュルームっていうマッシュルームサイズの椎茸をフリーズドライ状態にして、あとはね結構パンチの効いたシーズニングで味付けしてあるっていうスナック菓子みたいな感じのものなんですけど、それと比べると食感はねすごく似てます。いちごと椎茸って全然違う食べ物で、水分量とかもね全く違うと思うんですけど、この噛んだ時のこのポリみたいなポフカコみたいな軽い食感はほんとそっくり。ただこのいちごの方はさっきも言ったんですけど砂糖のコーティングのせいで歯にくっついてしまうっていうのがちょっと食べにくいというか、はい、言ってもね海外の製品なんで大きさとか形のばらつきはめちゃくちゃあります。大きさもねこの2つなんか比べてみると分かるんですけど全然違いますよね。重さを測ってみますとこれが 4g ぐらいですね。ちっちゃいやつ 2ちっちゃめのやつが 2g で、さっきのボスみたいなのは 4g。 ちょっと重さ測ってみたんですけど、だいたい少なくとも 2g あって、大きいのだと倍の 4g、 だいたい2から4の間っていう感じですね。ぱっと見 2g サイズのばっかりで、大きいのは1個2個って感じですね。個体差はねあるかもしれないんですけど、
2g のいちごの粒っていうと50個ぐらいは入っている計算になります。今回クーポンが出てて800円ちょっとっていう価格だったんですが、だいたいね1個16円17円ぐらいっていう感じになりますね。まあ、この大きい分がね、入ってるんで、これ2個分って考えると、まあ、ちょっと変わってきますけど、だいたいそのぐらいですね。この商品はいちごよっぽど嫌いっていう人じゃない限りは全然美味しく食べれると思うんですけど、ドライマンゴーとかプルーンとかやっぱりちょっと水分が残ってて、それがなんかねっとりした食感で美味しかったりするんですけど、これに至っては一滴の水分も残ってないぐらい絞り取られているような感じなんで、食感としてはねすごく面白いと思いますし、味もいちごそのものの味を楽しめる程度で、甘さもそんなに砂糖砂糖してる感じでもないし、健康志向の方でちょっと間食取りたいなっていう方にはいいのかもしれないですね。あ、結構ねこれ咀嚼回数稼げるんで、そんなに何粒も何粒も食べなくていいかも。でしばらくねこのいちごの余韻っていうのが口の中に残るんで、減量が必要なスポーツされてる方の感触とかにはいいかもしれないですね。水抜きとかやってるとフルーツの水分とかでもカットしてるっていうような方には、まあそれでもねフルーツの感じっていうのは楽しめますし、体にもいいですしね。今回はですね実験を2つして終わろうかなと思うんですけど、まず1個目がねヨーグルトに浸したらどれぐらい戻るのかっていうのをやってみたいなと思ってます。いちごかぶりなんですけど、これに沈めて、どれぐらいね、戻るのかちょっと実験してみたいなと思います。椎茸マッシュルームクリスプも水につけてどれぐらい戻るかっていうのを実験してやってみたんですけど、結構ちゃんと戻ったんですよね。なのでこれはちょっとヨーグルトの水分なんで、どれぐらいこうそれが吸収されていくかっていうのは分かんないんですが、少なくともこの干からびた状態よりかはちょっとブヨブヨってなるんじゃないかなと思ってます。でマックス24時間ぐらいをめどにちょっと実験してみたいなと思います。もう一つがこのカラカラの状態のいちごからフルーツソースができるのかっていうことをやってみたいなと思います。4粒ぐらいちょっと形悪いのを使って、形悪めのやつ4粒ぐらい使って、これで電子レンジでチンするタイプの簡単に作れるフルーツソースできるのか分かりませんけど、ちょっとやってみます。はい、ということで、チンしてきました。よいしょ、あっち。あ、水をかけた瞬間からこれ水分を含み出して結構速いスピードで戻っていったんですよね。水大さじ2と砂糖大さじ1ぐらい一緒にねしてチンしたんですけど、冷凍のフルーツで作った時と同じような質感にはなってます。戻った。このいちごの食感とかはね戻ってるんですけど、酸味がゼロなので、まあ、フルーツソースにはできなくもないっていう感じですが、僕は酸っぱい方が好きなんで思ったよりかは美味しくない。まあ、その辺はねレモン汁とか加えて無理やり酸っぱくすればいいと思うんですけど、それだったら普通のいちごとか冷凍いちごとか使って作ったソースの方が美味しいですね。わざわざこれでする必要はないと。この商品はフリーズドライのポリポリっとした食感を楽しむために作られてるんで、まあこれはね実験でこういうことができるかという検証だったんでね、日常使いでアレンジするんだったらシリアルとかが一番手軽で相性いいかもしれないですね。水分に触れるとめちゃくちゃ速いスピードでね戻るんで、これ試しに買ってみたけど食感が苦手とか
ていう方いらっしゃるかもしれないんで、そういった方はね、シリアルで牛乳とか豆乳に浸して、それで一緒に食べてあげるといいのかなと思います。水含むとね、もう普通にイチゴなんですよね。ただ酸味はないな。はい、ということで今回は DJ&A のフリーズドライストロベリーの紹介でした。はい、ということで3時間経ったのでちょっと確認してみます。ちょっと分かりにくいですが、水分を含んだみたいで戻ってますね。まだ真ん中の方が戻りかけ、美味しくな。表面5ミリぐらいは水含んでね戻ってるんですけど、真ん中はパサパサ食感で、時間の問題なのか、もうひょっとしたら時間伸ばしてもねそんなに変わらないかもしれないです。これは最悪の食感なんで、もしヨーグルトにつける場合だと砕いた方がいいと思います。表面積を増やしてもう水の浸透を早めると混ぜる手間も省けますし、オイコスうま。ドライマンゴーなんかはヨーグルトにつけておくとめちゃくちゃ美味しくなるじゃないですか。あれを狙ったんですけど、ただのいちご味の異物みたいな感じになっちゃったんで、もしねヨーグルトとかに合わせるんだったら砕いて、入れた方がいいと思います。ということで今回の動画は以上でございます。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではコストコで買ったものいろいろね紹介しております。今回みたいにちょっとした検証とかもねやってますので、よければチャンネル登録してまた動画見てください。あとね Twitter、Instagram やっておりますので、そちらのフォローもぜひお願いします。それではまた次回。